はい、どうも。6月の18か 18ですかね。はい、今日は試飲会が3件ですね。まずはヌーベルセレクション3、そして CP ジャパンさん、うん、そうなんですよ、新しいインポーターさんができまして、そこのちょっとシャンパーニュをお付けしていく、そしてバンクロスさん、3件ですね。今日はね、多分フランスが多いかな。今日はほぼほぼフランスじゃないですか、間違いない。まずはヌーブレさんですね。ヌーブレさんもフランスです。今日はなんか新着とか新ヴィンテージとかそういうのが出るようですね。なかなか入港したばっかりなのでかなり状態いいんじゃないかと思ってます。行ってきます。この際もちょっと席ですから。27フランスブルゴーニュですね。サンロマンスールシャトーブラン、うん、作り手がバレロ、あ、すみません、バロレペルノさんです。バロレペルノさんです。はい、2017年、お値段が5300円。5300円、いいですね。ちょっとキュッと締まるようなライムみたいな香りと、ちょっとあの樽のニュアンスとか感じますね。結構力強い、いいですね。いいですね。うん、砂糖が欲しい。5300円ならいいと思います。うん、これお値打ちだと思います。味わいもしっかりして美味しいですから。これはね、ヌーブレスリーの中でも結構一つ輝くエリアだと思うんですね。素晴らしい。はい、はい、じゃあそこにインプルと5点。あ、そこにインプルと5点。はい、はい、ヌーブレスリクションさん終了でございます。ですね。うん、ジュラン、ルゴーニュ、シャンパニュ、結構ありましたね。ロワールもあったね。ロワールもザ・フランスでした。美味しかった。いい、うん、ちょっと他にも紹介したものあったんですけど、まあ今日は1本でございます。はい、また次の時に何かしら出た時にまた紹介できると思います。しかしあれ、サンドーバンとかそういう結構色はね、うん、マヒナートレッドとか出てます。そうそうそう、なかなかね、あのメルキュレーも良かったね。メルキュレーのプリメがすごい美味しかったんですよ。いや、いいワインだった。さあ、次 CP ジャパン。さあ、CP は何の略なのか。え、ズカちゃん、なんつったっけ。あれですかね、やっぱり、なんて言いましたっけ。センターパワー。センターパワーが、なんか、もっとダサいこと言ってさあ、なんでしょうね、CP。俺はコストパフォーマンスかなと思うんだけどな。さあ、行ってきます。フランスシャンパーニュ、シャンパーニュキュエルリーブランドノワールブランクリュープリュットです。ノンビンテージ。ノンビンテージ。ノンビンテージ。値段が15,000です。ああ、すごいな。素晴らしい。もうね、やはりね、このブランドノワールのね、味わいのこの複雑さ。いいね、これね、ブランドブランドブランドのワールだったら、どっちが好きかな。あ、まあ食事に合わせるかな。でも今なんかただ単体飲むんだったらブランドのワール好きだな。圧倒的にブランドのワールが好きです。マジ、すごい濃くなる香り、ちょっとコンポートしてる。あ、うまいね、これ。あ、アフターがまた長いね。もう長くて長くて、これはさ、素晴らしい味わいですよ。酸味がこうキュッと引き締まってますね。うん、これちょっと熟成させても良さそうですね。ね、結構これは新しく入ってくるシャンパーニュとしてはなかなか大注目の一本ですね。ソムリンプだから7点。7点ですね。うん、正直これはもう7点でいいでしょうって思っちゃうぐらいの、これはかなりいいシャンパーニュなので、ぜひ皆さん買っていただければと思います。はい、はい、終了でございました。 CP ジャパンさん、理由は簡単でしたね。CP ジャパン、なぜ CP なのか、
うん、作り手のキペルリさん。そうだ、まあ、どうもそのキペルリのシャンパーニュをメインでやっていくということなので、その、キペルリ、まあ、Q は C で始まるので、でペルリの P を取ってシッピジャパンさんということらしいです。すごく美味しいシャンパーニュなので、ぜひ皆さん、いい、ね、なんかおこの価格帯のシャンパーニュでまたいいものが増えたなというふうな感じでございます。なかなか美味しいです。1500円で何点です、あ、ごめん桁が違った、1万5000円で1万5000円で7点はなかなかソムリエたちにもいい評価なんで素晴らしいと思います。ぜひ皆さんお買い求めいただければと思います。おい、次がバクロス。バクロス時間がなくてちょっと走ったからちょっと顔がテッカテカ、熱いです、熱い、行ってきます。はい、どんな人紹介してくるんですフランスブルゴーニュです、うん、作り手がドメインオーピエルモンショージャサーニュ作り手です。あ、今回のワインが3等番プレミアクリューシャルモアです。お値段6300円、ヴィンテージ、ヴィンテージが2014ですね。2014好きなんですよね。2014年ブルゴーニュシャルモア最高なんですよ。果実がキュッと詰まった感じ、すごい、あ、素晴らしい。ああ、でいい感じに熟成が始まっててさ、サンとさ、ミネラルとこの苦味やばいぜ。あ、そうなんですか。この苦味がまたたまんないですね。これさ、飲んでたらどんどん飲んじゃうこれ、食事合わせてもいいんですけど、食事なしでも全然いけますよ、ね、食事なくても全然いけるなと。食事なしでも全然いけるね。これね、もともと星にあるのをよく使ってたやつなんですよ。最高、うん、最高、うまい、うまいっすね。ソムリエっぽい 5.5、 いや素晴らしい、ホークドモンション最高です、うまい、お疲れ様でございます。やっぱりバンクロさんも素晴らしいワインが多いですね。今日はね、またコルスも良かったけどね、やっぱオーピエドモンショーブブルゴーニュなんで打ち抜くの撮影中ですから、そんな風に見せちゃダメでしょ、あなたはちょっと、はい、大丈夫ですよ、実弾じゃないですよ、はい、ズカちゃんがちょっと頭がおかしいだけですからね、はい、オーピエドモンショーブブルゴーニュ、やっぱり14年はやっぱりうまい、うん、まだですね、サントゥーバン、サントゥーバンうまいね。で、他のね、やっぱりキュベでもやっぱりうまいものがたくさんありますので、やっぱりそういうところをぜひね、皆さんね、飲んでいただければなというふうには思います。ワイン柔らかいですね、全体的に、そう、しみ渡る、やっぱりね、バンクロスさんのワインは綺麗なんですよ。あの、また言ったね、ああ言うだろうなと思ったんですけど、ノンマキワイン、まあ、ノンマキワイン、なんか化粧気が少ないんで、やっぱりああいう風なワインがいいですね、僕たちは。シャンパーニュもゴーンとくるんじゃなく、綺麗にシャッとくる素晴らしい味わいのワインでした。いいです。さあ、今日はこれで終わりでございます。さあ、ズカちゃんのポイントクイズ、お、ノリノリじゃないか。ソムリエ対策試験ワンポイントクイズ、イエーイ。今日はちょっと品種から、品種から、お、ピノブーロ、ピノブーロ、ブーロ、はい、ピノブーロという品種があるんですが、はい、何のシノニムでしょう。次の4からちょっとお願いします。今日は何も見てないです、はい、1番ピノノワール、はい、2番ピノグリ、はい、3番ピノブラン、はい、4番ピノオーセロ。これ難関じゃないかな。難関ですかね。これはなかなか難しいと思いますね。楽しいと思いますね。いや、今日の深海で実は、はい、書いてあったやつをですね、丸パクリするんですけども、今回いいやりますはい、答えに関しては動画の詳細で、はい、書かせていただきます。明日はまたちょっと僕が一人ぼっちで、そうですね、はい、ずかちゃん、ちょっとすいません、最近ちょっと後々いろいろと公表できるんですけど、私ちょっといろいろと最近忙しくてですね、ちょっといません。で、ずかちゃんが一人で行ってきます。はい、じゃあ皆さん、動画の、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ずかちゃん閉めて。
か打ち方変わった？人差し指だけ？人差し指なんかフリーズ様みたいな。ありがとうございました。